グリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあもう暑い7月もやっと終わりです夏本番もう海に行ったり山に行ったりっていうそういう,こう計画立ててらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか さて今回は海のお話です海の男と言いたいところですが海の女性です求む内向繊維。今回は大阪の港区にある白石海運株式会社取締役でいらっしゃる白石さないさんにお越しいただきました 白石さんこんにちはこんにちは,はいもうラジオを聴きの皆様お姿をぜひご覧くださいと言いたいところなんですが <laughs> もう、えー、女優さんのようなそういう美しいお姿でいらっしゃいますはい暑いですねすご <laughs>、はい暑いですちょっと日に焼けておられますかそうなんですはい、はい それはやはり海で焼けたってそんな感じなんでしょうか。そうですね。はい、あ、やんさ,さっきゴルフやけって言ってませんでした。はい、あの青年部会でコーチに行った時に、<laughs> はい、はい、すごく焼けてしまいました。あそうですか。じゃあ日焼け止めを塗るのを忘れて。あ,あそうですか。はい、はい。さあ、あのー、こう白石海運というふうにご紹介しましたけれども、はい、私たちはその海運業っていうのは普段あんまりこう耳にすることがない。 えー、接することが少ない業種っていうか、はい、初めてですけども、はいはい、どんなお仕事なんでしょう、はい、この白石海運ってえと弊社はですね、はい、あの祖父の代から内向海運業っていうのを営んでおりまして、えー、と国内の港から港にですね荷物を運ぶ船を所有してましてで、えー、とそれの船舶管理だとかあの船員さんの管理あと弊社の場合はタンカー船といって。 で油運んでますのであのまあ危険物に当たりますでそこであの安全管理とかあのー、をしてますで私の場合はあのせん船舶免許も所有してますのであの乗組員さんの交代でですね乗船することもありますあそうですか、はいうん、まずこうわからないなっていう言葉が、うんえー、少しあったかと思うんですがはい <laughs>、はい、そのな大航海つまりその海運業にはその外航 こう、うんえー、外海に出ていくそういう仕事と、はい、それからこの内航海業はいはいまあ大きく分けると二種類に分かれるんでしょうかそうですねはい、はい、あの外国私たちの船は外国には行けないんですよはい、はい、外国から来た荷物をあの一旦まあ日本のタンクにまあ油で 油だと日本のタンクに入れまして、はい、でそこからあのお客様からここからここに運んでっていうオーダーが来ましたらあのじゃあ例えば徳山っていう山口県の港からコンビナートとかコンビナートとか、はい、あとはあの岩国とかあそうですありますねはい、はい、それとかあとはあのえっ、ー、と外国から来たあの豪華客船とか。 あああるじゃないいですかああいうものが最近たくさん来るんじゃないでしょう,、ね、う,うかマイルとかああいう豪華客船にですね、はい、豪華客船の給油を新任弊社の,、えー、あの船舶は行ってますので要あの分かりやすく言いますとあの海の上のガソリンスタンドっていう感じですね、えー、本当に海のう、ね、上であの大きな船の横につけてあのホースで給油するんですね。 あはい、そういうことふうに大型客船なんかがん、はい、やはりそういう途中で給油しなければならない時に、はいええ、その場に駆けつけてそうなんで給油するとか客船だけではなくてあの貨物船とかもあるので、はい、外国のフィリピンから来たバナナ運んでるバナナばっかり積んでるあの貨物船に、まあ、そのフィリピンに帰える燃料がないですと。 だからここでじゃあ海で給油しましょうって言うと神戸の沖であの船と船がひっついてあの油をあげるんですね。あ そうですか。あれですか。あの車だと、まあパーキングとかそういうエリア、パーキングエリアで給油しますけれども、船の給油っていうのは港でするんではないんですか。港でもするけれどもという感じですか。港なんですけど、まあ大体えっとそうですね。港についている船にあのつけるんですけど、急急急とくっついてて、本当に上手にね。あのやっぱそこはすごいね。あの弊社のあの船舶の乗り込みはすごく。 サーカス団みたいに、もうすっごい技術で。結構難しいですよね。あのう、船の、その、あれは操、縦でいいんですか、船は。操船。操船で何が難しいって言うと、やっぱり港から。港に入る時が一番難しいんじゃないかなって、いつも想像するんですけど。それ以上。 技術が従列従もうあの、はい、弊社の船長はすごい技術を持ってますので徐々に徐々につけていってであの本船あの船の方にあの飛行機のタイヤが横につけてるので。 あのガーンとぶつからないように、そういうアブ、はい、ショックアブソーバーいうか、マクッション、はい、クッションとして、えそれでこう船にどん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 近づけていって、で大型船と私たちの小さい船とがロープでつなぎあって、はい、でまあ一時間、二時間、三時間ぐらい、まあ量にもよるんですけど、その船に給油をするんです、ね。あそうですか。はい 大型客船ってあのとんでもなく大きいですよね。ビル難解建てとかそれぐらいの大きさの船に給油するってそんなに時間かかるんですね。はい。ただうちだけの量じゃ足りない時もあるんじゃないですかね。そうでしょうね。あのやっぱりそれをでこう外海に出ていくわけですからあのかなりな量ではないでしょうか。こう太平洋なんかを航海する時は。 途中でやっぱりその例えば太平洋の途中で給油するってあるんですか？はいまあ、多分ありえないと思います。<laughs> はい、それはない。はい。多分ないと思います。あ<ー>、はい、そうですか。うん、それは用意しなさすぎて、はい。しなさ。多分そこはじゃあここまですごく遠いからシンガポールで入れていこうかとか、<laughs> はい。そういう計画を立ててらっしゃると思う,んですよ、ね、思うので、はい。はい。わ、はいうん、かりました。はい。はい。 まあ、そういう,こう3代続く白石海軍なんですけれども、はいはい、これ大阪の港区にあるそうですね大阪だとあの結構まあ港っていうか結構そういう湾岸エリアっていうのがたくさんあって、はい、まあヨットなんかが停泊してる場所もあればと<え>いろいろそういう海運業って盛んじゃないかなって想像するんですけども昔はかなり盛んだったと思うんですねはい。 あの同業者も減ってきてまして、うん、そうですか。はい、あの大型客船が最近は増えてると思うんですけれども、その観光客の増加っていうところで、はい、あのちょっとそういう仕事が増えたっていうようなことはあるんですか。は特にないで特にないですか。観光船だけではないので、外国から来るそのあの貨物船とかですね。あのやっぱその。 円安とか円高っていうのも関係あったりとかでやはり日本で給油するとすごく高いときは日本でちょっと通け積んでシンガポールで入れた方が安いだとか<ー>で外交戦も考えてらっしゃるんで、はい、あのでそういうのに変動するのであまりその船がふあの客船が増えたからっていうのはあまりちょっとか、はい、そうすると今、円安だから日本で給油すると意外と割安ということですね。はい えていとえはいえそうです増えてる増えてると増えていくと思います<あ>、はい、増えていくと思うと、はい、我々のはいそのうち徐々にあ,あそうですかいい傾向に来るのかなとかはい <laughs> はいあのー、最近はその今のお話の中で、はい、昔は多かったけれどもこの数がだいぶ減っているということですが、はい、この内港海運業というのは。はい こう近年、最近はどんな感じなんでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね、最近やはり、あの、もう。日本って、あの、島国ですけども。交通機関がかなり整備されてますよね。あの、淡路島行ったりだとか、徳島行くのにも、もう車の方が早かったりだとか。島並海道とか、ね、いろいろありますよね。で、なので、やはり陸地の、あの、での。あの、運ぶっていうの方に。やはり、取られていった部分があるんじゃないかなと。 昔その自分の祖父の時代は<ー>やはりその橋とかも、はい、あの交通が整備されていなかったんで、ね、もう港港でもう船で物を運ぶしかなかったと思うんですけど、はい、今はもう一日で荷物が運べたりだしますよねなるほどやっぱそういう荷物の量っていうのは、はい、あの減ってきてるのかなそうですか、うん ああのま高洲船というのがね昔はありましたけれどもそう言われてみれば江戸時代はもちろんのこと多分あの昭和の初期ぐらいまではそういう船で物を運ぶっていうことがもっともっと当たたり前に多かかっんででしょううねねそす3代目というとあのおじい様の代からこのお仕事ということですがおじい様からその おじいさん時代の話を聞くっていうことはありますでしょうかやたででとかそうですねもう祖父は亡くなっているので、はい、あの聞かない、まあ、その直接は聞いたことはないですけど祖父の時代っていうのはあまりその法律とかもうるさくなかったですしあの、まあ、そのバブルっていうのがあってあのたくさん荷物もありますし船員さんもたくさんいてた時代で何もかもがこう豊かな時代だったとは聞いてます。 あはい、そうですか、ええはい、そして、まあ、今は、うん、あの交通機関がずいぶん発達して、うん、あの車での陸上での運輸というのが多くなったというお話ですが、はい、あのちょっと打ち合わせの時お話しされてたのが、うん、このグリーンコミュニケーションのこのコンセプトに、はい、内航海運業が実は一致しているというお話がありましたが、ね。<laughs> それはどういうことでしょうか。あの船で船ですと、あの。はい 実際に地球に優しい内向海運っていうあるんですそういう旗を掲げてるっていう売りにはしてるんですけどもっていうのはたくさん一気にたくさんの量を運べるっていうのとやっぱり車と CO2 の量っていうの車と比べて排出量がかなり削減してますんでそういう意味では本当に地球に優しくてたくさん物を運べる。でですのの最近ははやりトラック運転手 数も減ってきてるっていうのであの最近はそのモーダブルシフトといいましてあの陸層をあの海へあのシフトしていこうっていうその方がが削減,、はい、削減できると環境に優しい、はい、で一気に物が運べるっていうので、はい、あのすごくそのあの日本日,本日本っていうですかねそのまあ国を挙げてそういうのシフトしていかなければなっていう風潮になってきてるみたいですね。そうですか、うん こう素人的に思うと、あの時間はどうなんでしょう。時間はたくさんかかりますね。あ、たくさんかかる。そうですか。例えば、こう例えば、あの九州から大阪にとか、こうよくあるルートってあるんでしょうか。フェリーとかですかね。あのその物、石油を運ぶのによく 一番よく使うルートっていうか、はいはい、どこそこからどこそこまでっていうそういう需要が一番多いところで言うと、はいはい、例えばどこですよそれがどれぐらい時間がかかるものかなというところで例えばまああの和歌山、えー、と大阪港から和歌山までで大体4時間ぐらいですかね。はい、あそそうううなんですすかかか、はい、もうちょっとかかるる 車で多分もまあ多分ねちあの海とまた陸で走るのってすごい陸ってこう斜めに高速道路が走ってたりするんで、はい、難しい そうするとやはりさっきおっしゃったように大量に一度に運べるというところを重視すると交通事故もほとんどないしという安全性ということも考えると随分地球に優しいというそういう内向を変えようと言えるんではないかということです。さあこの後は白石さんがなぜこのお仕事に就こうと思われたかそんなお話も伺います。 Thank you. 今日からグリーンコミュニケーション引き続き、えー、白石海運株式会社白石さなえさんにお話を伺います。さあ白石さんあの三代目と伺いましたがあのなかなかないお仕事で、はい、あのこう家業っていうか、はい、それでもご自身がこの仕事を継ごうと思われたのはこれはすんなりいったんでしょうか。はい <laughs> はいえっ、ー、とまずはあのそうですね。 えっと、祖父がまあ設,立した設立した会社を一日でも長く続けたいなとふとまあ思ったのが大体ご創業どれぐらい前なんですか、ね、50年前なんですということは昭和そうですかであの、まあ、その前にもあの海がすごく好きだったので、はい、1あのい一回大学に行く前にあのちょっと 海上保安庁ととかかに入りたいな,とかなんか自衛隊に行こうかなとか<ー>そして母に相談したら、はい、いやもうそんな女の子なんだからあの大学に行って終えるなりなさいって言われて、はい、で大学卒業した時にやっぱり父の仕事にすごく興味があったのでお父さんちょっと継ぎたいなって言うとまあまあちょっと一旦はあは外の企業で働いてきなさいっていうことで外の企業に働きに行ってで2年ぐらいしてやっぱりちょっと気になるなと思ってで、まあ、父にまあ話するとあじゃあ,まあちょっと徳島に 修行に行にくかということで造船所兼船員さんの派遣をしてる会社で2年半ぐらいちょっと修行してで今戻ってきたんですけど、はい、案外すんなりと、はい、あそうですか、はい、そうするとこの白石海運の3代目を継ごうかと、うんはい、お父さんは今あの現役で元気で仕事をされてるんで。はいええはい 三、えー、代目になる予定ということですね。そうですか。で、母からの教えで、はい、まああの辞めるのはまあいつでも辞めれるよと。はい、ただまあ続けていくっていうのは本当にあの大事なことで、それにすごく意味があるっていうのを小さな頃から教えてもらってたので、じゃあ,あの開運業も続けてみようかなとか言って、はい <laughs> まあ、そうそういう風に流れなんですけど。<ー>はい、そうなんですか。うん、やっぱりあれですね。はい、あのお父さんお母さんが上手にこう。はい えー、アドバイスして、やっぱり今の、はい、その上に今の白石さんがあるんじゃないかなっていうふうに今よく聞きしましたけども、<ー> <laughs> はい、やっぱりとはいえ、はい、この海運業って、はい、あの男の仕事っていうイメージが強いんじゃないでしょうか。はいえー、そうですね。すんなりそういう仕事の場、はい、仕事場には入っていけるもんなんでしょうか。そうですね。やっぱり最初はね、あのなんで女の子が船に来るのっていう感じだった。 なじめない方とかは女女に言っても仕方がないよとかそういうことはあったんですけどだん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 こう私も楽しみながら仕事をしていくとやはりだんだん打ち解けてきましてもう今はあの船長がねあの結婚の心配してくれて「出雲大社がおまんじゅう買ってきたからこれ食べなさい」とか言ってくれたりあと今現在の徳島県の内向海運の。 青年部会に所属してるんですけどもう皆さんあの私のことを女性とは思っておらず、はい、もう本当に対等に接してくださってるんでそういうふそこではあの全然、はい、あのそうですか内航海運業に着こうと思うと、はい、このそういう船に乗ろうと思うと、はい、こうどういう資格っていうのが必要なんですか、はい、資格全くなくても、はい、乗船その船員にはなれるうでしょうか なくてもなれるんですけどもやはりあのにあのそこで船での履歴を積んでですね、はい、あの国家試験会議免除を取っていただいてでそうしますとどん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 一等航海士になれたり船長になれたりあの機関長になれたりっていうふうなそういうステップを踏んんでででいくすすねあそうですか、はい、あの先ほど伺っていると白石さんはいろんなこの免許をお持ちですが例えばこうどういうものを持ってらっしゃるんでしょうか。 航海、あの、はい、あ、航半部海技士ってなんですか。はい、海に、はい、海の技士って書くんですけども、議士はい、なるほど。で、それが免許の、まあ、免状の名前なんですけども。えっ、ー、と、私の場合、一番低い免状な、免許なんですけども。六級と言い,いまして、両方機関場、エンジン。エンジンの方と、あの、船長になる方の、あの、操船する方と、はい、あの、二種類持ってます。うん、あ、そうですか。はい、あの、ちょっとこう。 お仕事されているお写真がありますけれども、えっと映像をご覧のまあ YouTube でも配信してま、YouStream でも配信してますので、これは何をしているところでしょうか。えっといわゆるあ総線ですよね。これがその後半あそうです後半部のお仕事ですそうですか。そしてあのいわゆる機関室っていうんですかエンジンルームみたいなものですよね。あのそういうところでのお仕事ぶり。

船底にありますあの海水を取り込むためのバルブを開けたりですね<ー>あのエアランと言い,いましてエンジンに溜まってる空気をまず抜くとか<ー>だいたいあのエンジンかけるのにまあ10分くらいかかるいろんな作業が、はい、そうなんですすごいそのエンジンかけるにはいろんな状況を作らねばそうなんですエンジンがかからない、はい、ということいすごいですね、はい <laughs> <laughs> はい、で、はい、これが白石海運が持ってらっしゃるか、まあ、船の一、はいえー、つということで大島丸ですい。これどれぐらいの大きさなんでしょうえっと業界なので言いますと、まあはい、1,000キロ積みといういましょえ、何が1,000キロあの ?1,000 キロ積めると一トン ということですかはあやめとこてください <laughs> なんか長さとかもっとね船の細かい情報を持ってきたらよかったですか割と この写真で見るよりは、はい、ずいぶん大きい船ということですね。これの貨物船バージョンだったら、はい、新幹線の頭を運んだりし,してるぐらい同じサイズなんであそうなんですか、はい、で白石さんはこの操船をされるっていうこともあるそうです、ねはいはいえー、ただまあ私の場合は非常に危険なので、はい、まだまだ。あの あの新米なのであの必ず誰かに見てもらってであの狭いところに行くと交代してもらうとかあ<ー>あのでないて一人ではちょっとやっぱり不安なのでまだ、はい、そうですか、はい、だけれどもそういう、まあ、あの免許としてはそういうことができる免許をお持ちということで,ですね。そうですか あのどうでしょうかこういう実際にそういう現場でもお仕事をされて、うんはい、そしてそういう人を配置するっていうお仕事もされたりとか、はいええ、いろいろその3代目になるためにいろんなことをされてるわけですけども、はいはい、実際にそういう海の本当は、えー、イメージとしては男の仕事のそういう仕事の場に入って、はい、どんな感じですか こうやっててよかったっったいううにやっぱり今思っっっててらっしゃいます、はい、あ思ってますす、はいはい、やはりその今どんどん、ね、祖父の時代とは違うのでその安全管理のマニュアルを作ったりだとかあの何をするにでも一から始めないといけないとこ例えば今の船員さんもすごく減ってきているのであのその船員さんをあのどん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 船員ってこんな仕事があるんだよって今こういうふうな PR 活動もですねまた一から なので、そういう何もかもこう一から始めることがすごく楽しいので、またこうじゃピアルしてくださいとか、またそれもすごくやりがいに感じたりだとか、そういうマニュアル作りとか仕組み作りっていうのもすごくやりがいを感じてます。ああ<ー>、はい、そっか。うん、こう一代目の、はい、あのおじいさまの時代とはやはり、おじいさまの時代は積む荷物もたくさんだったし、そうです繊維さんも多分、うんはい、あのこう。 なん,て言うんでまあそういう,こうやや、えー、状況が変わってきた中でやることがいっぱいあるということなんですがそういう高齢化ということがあると伺いましたが、うんはい、今なんかそういう,こう対策っていうか、はい、どんなふうにこう工夫してらっしゃるんでしょうか 白石まあどん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  PR 活動を私一人ではないんですけども内向青年部っていうところでどんどん船員になりませんかっていう PR 活動をしてどんどん今の若い子に船員っていう職業を知ってもらって船員さんをどん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 発掘していこうと。でそこで弊社の方の船に乗ってもらってベテランに。 どどんどんななっっていっていたただけたらなとそういう本当に、まあ、あのコツコツと PR 活動をしているのと,と弊社の方はまあ乗組員さんであの交代の方がいらっしゃるのでまだその辺は危機,危機にはまだ直面してはないんですけど、はい、その危機に陥、えー、らないた、はい、そのために準備を、はい、予防的に今準備してます。はい すぐに育つわけじゃないということですね。やはり経験も大切ですので、そうですね。何年間の知識あの経験があってというそういう免許もありますもんね。他のそういう海運会社もやはりそういう高齢化とかあのやや成り手が不足しているとかそういう現状っていうのは。 同じなんで,しょうか一緒ですね。印、は、象、い、ですね。あ,あ、そうですか。はい、だから、もう、あの、ライバル同士ではなくて、はい、皆さんで、あの、一緒に。あの、P. R. 活動をしようとか、ああやっぱり、業界全体で。もっと、もっと、その、より良くしていこうっていう、あの。形にしていったら、いけたら、いいなと、私は思ってるんですけど。ああそうですか。うん、このポスター。を作ってらっしゃるんですが、これ、なんか、あの、すごいですね。はい。はい。ちょっと。そうなんです。これ、なんて書いてあるんでしょうか。はい。はい あ、アイボン中で求む内向海運船員ですね。はい。<laughs> これは白石海運が作られたいや。これは徳島県の、あの、私が所属している青年部で作ってるんですけど。まあ、船員さんって、あの、休暇もまとめて取れますし。 であといいいらないんですね船乗っっててる間っていうのは、はい、休暇まとめて取れるっていうのはう、ね、どういういことですか、えっと、3か月乗船して、はい、大体ですねあの、ま、会社によって違うんですけど平均3か月ずっと乗船して1ヶ月休暇なんですよ、はい、だからあの海外旅行が好きだとか<ー>お,お,お金を貯めたいっていう人はもってこいなんですね。そで,でその間3か月間光熱費まあ衣食住作業技支給の食事も毎日食料金っていうものが出ますのでいらない。 <あ>なでそうなんですか、あのパチンコとかに散々ざあの、至らなければ、お金は貯まるかなと。はい、あとお給料もいいですしね。はい。あの、その仕事の三ヶ月後悔して、一ヶ月休むっていう、そういう。はい、あのルーティーンっていうのは、それは皆さん共通してるものん,ですか、うん。そうです。あの製法って言って、あの法律で、あの、<ー>きちんと、あの繊維産の休暇って守られてますので。なるほど、はい。なので、あの、その辺は、すごく、あの、安定してる職業って。ああ。 そういうことを知らない方もたくさん知らない方がほとんどでしょうか島国日本で皆さん若い子に特にねこんな仕事があるんだということで選択肢の一つにしていただけたらなとパイロットとか電車の車掌さんに船員と加えていただいても並んでほしいですね。 そうですねはい2、えー、つあるんですけども1つはその児童養護施設の子どもたちが18歳過ぎると自立が難しいっていうふうなのを新聞記事だとかあのニュースで見たことがあってであのその時にあのあじゃあこう衣食住いらない っていう、まあ、会員業のメリットであの3ヶ月のて1か月休暇とかそういうところで彼らの自立支援に何か携われるのではないかなと思ったのがきっかけでもう今月もあの、えー、と初めてなんですけども東大阪市の方の養護施設の方にあの PR 活動をさせてもらえることになったんですけどそ,、はい、そういうのでこう徐々にあの PR をしてあの皆さんのこうあの アセイになって家族を作ってなんかそういうはい,い,いです、ね、はい、はい、そういうあの幸せな家庭をね築いてもらうために海運業に入ってもらいたいと思ってますはいもう一つも,もう一つははいもう一つはですねあのもえっ、ー、と弊社の船をですねまあ増やした増やして船員さんにあの今まで一生懸命働いてくれた船員さんにですねもっと利益をですねあの還元してであの船員さんが休暇にですねかあの 海外旅行に連れて行ってあげたりとか、なんかそういうみんなで、豊かにななれればとみんなが幸せになれるような家族、船員さんも家族ということですね、そして養護施設の子どもたちも、やっぱり新しい家族ができれば、お仕事を通じてできればいいなという、なんて素晴らしいお話でししょうううあありりががととごござざいいままたした。